えー、こんばんは、こんばんは、こんばんは、どうも、のみるさとでございます。今日もよろしくお願いします。今日の動画はこちら。えー、3241崩すシステム、325、424、なんか言い方あれですけどね。まあ、3241、まあ、また325と言ってもいいかもしれませんし、523と言ってもいいかもしれませんし、まあ、最近よく日本代表がやってるあのシステムですよ。それに対しての対抗策っていうシステム一体何ぞやっていうところで、 まあ日本代表とか浦和だとかっていうところが、までな,まあ、なんで浦和出せるかって言われたら、まあ、後あと、ね、後でね話しますけどお、それに対しての対応策は何ぞやっていうところの動画でございます。まあ、なんでこれ出したのかって言われたら、日本代表はやっぱり中国戦、バーレーン戦を含めてよかったよねって話で、6月のシリーズでもやっぱりそもそも手応えはあったよねってところは。 まあ感じ取れたところがあり、まあ、10月は今度はサウジ戦、今度オーストラリア戦とかってことありますけどままあまあだん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 けが、うんまあ、人も徐々に復帰するような感じに11月以降はなってきて、まあ、現状のメンバーで言ったらまあ10月までで見れるのは最後なのかなっも思いながらもただ、この次の2戦で勝ってしまうようであれば代表はもう,ほう9割以上の確率でもう最終予選突破ってことに、まあ、正直、なんか なんかビッグデータで考えたらもう99%と確定っぽいですけどまあ、まあ、まあまあ正直、まだ分から何か起こるかわからないので言ったとしても次の2連戦で勝ち点4以上とか取ってしまったらもう正直もう、まあ、残,残り6試合多少ふわっと挑んでもまあ大丈夫だろうってところまで行ってしまうわけですよ。 なんでそれに対してから人にゴールを攻めるっていうふうになった後でそれに対して対抗されてしまうようなフォーメーションとかやり方とかって何があんのって我々側が知っておくことって重要かなって思うのとそれを早速ですねあの浦和レッズのスコルジャーまあ新監督というかまあ改めてね浦和の任についたまあスコルジャーさんがすでに見せてくれたところとかもあってあこれを伝えておきていなというところまで動画にしたよっていう形でございます。なななんでやっぱスコルジャーさんすごいいと思いながら日本代表のそれに対して 多分対抗策もう据えてるだろうなーってところは、まあ、バーレンスでも見えたところがあったので、まあ、一体どんなものなのかってとことを知っていただければと思いますどうぞ今日もよろしくお願いしますミルアカは毎朝毎晩出しておりましてこちらもね定期的に動画上げておりますので、えー、見て聞いていただけたら嬉しいなというところですさあ行きましょう、まあ、1本目じゃない1枚目の画像から参りましょうか まあ最近の中国戦、バーレーン戦でのまあ主なフォーメーションまあこのメンバーだとちょっと混ぜ込んだ感じになっているのかな、そんな感じですかね、3、2、4、1、見方によっては、主戦に回れば3、4、2、1という見方でもいいと思いますけど、どっちかかというと、ウイングがダウンウインガーみたいな感じなので、3、2、4、1って言っていいんだろうなと思うし、もうそれで考えたら3、2、5って言っていいと思うし。 まあ守備に回るときはね両ウイングバックが下がるので523だったしなとか541でもまあいっかとかっていろんな言い方はあるんですけど。 まあ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 、こんなフォーメーションやってましたよねってところ。で、冒頭でも話した通おり、このフォーメーションに対しての対抗策っていうことになるんであれば、一体何かって言われたら、その答えはちょっと特殊な4-2-4ってことになるのかなってところでございます。で、まあ、これっていうのは、じゃあなんでとかって言われたら、まあ、こういうふうに表すことはできるのかなと思ってて、まあ、日本代表の今がここだぞっていうところがあるから、青で書いてるのはあったりするんですけど、 もともとさ、本当、これはあくまで世の中でどういう記事が出てるのかとか、誰がどういう動画出してるのかとかって正直僕は見てないので。 まあ見ろやって言われたら、はいとしか言いないんですけど、自分が書くだけです。結構さ、書いたりさ、動画出すだけで結構手一杯精一杯だっだとたところはあったりするんですよ。まあ、今ね、M リーグつけながらこれは収録してたりするんですけど、えー、で、もともとこの4二三1とか四一三四一2 3みたいなフォーメーションあるじゃないですか。でそれっていうのは、ポジショナルプレーとか、5レーン理論とかっていうものを伴った上でのそういう攻撃に対して、まあーン封鎖型の守備で対応していくぞ。まあ、本当はペップシティに対するあのトゥヘルチェルシーみたいなもんですよね。 あれでやってったってであとはそれと同じ理論で考えると代表の類で言うんであれば、えー、だからそこれは本当にすごいなと思うのはクラブシーンで言ったらそのペップ VS トゥヘルっていうところの2021年の春先にあったようなことだったと思いますけどそれに対する対抗策っていうところをある意味代表シーンでやってったら分かりやすいのが。 まあ多少システム3223みたいなものとかもあったかなと思いますが、まあ、やっぱり森保ジャパンドイツ戦、スペイン戦に対しての森保ジャパンという風に言っていいんじゃないのかなというところで、まあ、それが今の言い方で言うと、まあ、3241とか3151とかあとは325523だとか、まあ、そういうことになるのかなという話ですね。 で本来であればこれって多少ちょっと中盤をすっとこう抜かしていくサッカーやったりだとかあとはだから中盤にこう人が少ないよってところもあるのでまあその前のところと後ろのところですよねそこに対してこう対抗しようみたいなとこもそうなんですが要は真ん中のその中盤の2名まあこれは基本軸で設定するからまあウィンガーっていうパターンもあるんですけどその3241とか3151とかみたいなフォーメーションに対しての対抗馬としてまあ歴史上言われてきたのが424という形です。 ですね、いわゆる5枚で攻める5枚で守るっていうこの WM フォーメーションに近いのがこの3213151325523だったりするじゃないですかその WM に対しておうおうこう突破をうう防いでいこうまたは逆にこっちが突破していこうっていう風になるんだと 5枚でやってくるものを数的優位と位置的優位でうまくこうバランス整える必要性はあるんだけどやっぱり6枚になったら話は変わるよねっていうところで中盤の2枚が後ろにこう入り込んだ上での6枚になるっていうところまたは中盤の2枚が前に入り込むまあもちろんサイドバックとかもしくは逆にウィンガーが下がってくるみたいなものでもいいんですけど要は前が6枚後ろが6枚になるようなことを理想としてそれを可能化させられるんであればまあ5枚ってところは変えられるよねっていうのがまあ4 とというこころろななのかなってところですでそれで大体突破してしまえばそこで攻略してしまえばあとは442とか433が出てきてっていうのが順繰、まあ、り順繰り繰り返されてきたっていうのが今までの歴史上だったのかなってことを考えるとある意味では日本代表でちょっと一番嫌なフォーメーションってのはこれなんだろうなという。 中盤というかサイドアタッカーの選手がちょっと後ろに構えるというよりかは前にこうプレス気味にこう出てくるような感じになってえー自分たちがビルドアップ対3枚で守っているよというところに対して相手が数的優位のもう1枚にかかってくるという風になるとちょっと厳しいキーパーが出ていくという形になったとしてもまあ4対4になってしまうしボランチが降りてくるという場合になったとしてもやっぱり4対4になっちゃうので数的にはまあ同数というところですからもちろん 質的なところで突破することは可能かなとか、もっと局所単位でやっていくんであれば、もっと変えられるよねってところあるかもしれないけど、まあ、いわゆる素的な噛み合わせがこう被っちゃうような感じになると、ちょっと嫌だよねってところになるのかなというところです。で、プラス、今度はあの黄色のお二人が例えば、 中国なんかが、ね、こうサイドにこう張るようなケースとかってことは多かったかなと思いますけどそのところで例えば黄色の2人がこう下がっていって採用するってなったらやっぱり6枚になりますし逆にじゃあサイドバックの選手たちに関しては、まあ、やっぱりおっ下の、ね、土台がずれてしまいましたけどサイドバックの選手たちがむしろこうフォーセンターバックになるような形で後ろにがっつり守るよっていう風になりつつも中盤の2人だけに関してはそのままだっていうふうになったらこのサイ ドハーフの選手が両方下がるよっていうふうになるとある意味6、2、2っていう形で5枚に対して、えー、6枚。 いるるって形になるから日本代表としては今よくやっている3 1 5 1っていうふうにやってったとしてもやっぱり6対6という状況なんだったらフォワード2枚残した上でボランチも下がっちゃうのでキーパー除けば相手はディフェンス8枚いるような感じまあ両サイドがサイド引っ張ってたとしても中盤に関してはサイドバックセンターバックボランチっていうのが両サイドのほうで3枚ずつ配置されてしまうような形になるので。 ウイングが2枚それぞれ張り出して相手の2枚をこう消し飛ばしたとしてもな真ん中のところでは、まあ、やる意味では4枚対6枚って形になっちゃうので数的不利になってしまうってところがあるんですよねなのでこれを組織的にやってこられた日にはちょっと面倒くせえんじゃねえかってところでしょうねなのでそれに対してまあ何やっていくのかなっていうところがまあ今後まあ出てくる ところにきっっとととななてくるのかなととはいえただこれで6枚で封じてきたとしたならば例えばワールドカップだったらコスタリカとかだったらやってきそうな感じはあるんですけどアジアの舞台でこれが結局あのでしかも特に予選とかっていうふうになってくるとあの試合がこう0対0でこれからピピって始まりますよっていうふうになる前の段階からその心理的なその有利不利っていうのがあるじゃないですか。 例えば、それは、例えば日本だったら今はもう1位突破、結構濃厚余裕っていうふうになってたら、本当にこう心穏やかに過ごすことができたら、やっぱり突破する局面っていうのは結構焦らずにできるんじゃないかなっていう、そういうのはあったりするし、逆にここで止められなかったら、今グループステージで、グル,グループステージじゃないや、やこの予選の中6チーム中4位だっていう、例えばチームと対戦することになって、ここで日本に負けてしまったら5位に落ちてしまう可能性がなるっていうふうになると、 まあだいぶその心理的なものでこ、この1個のプレー、俺、ミスることができないとかっていうバイアスかかっちゃったりすると、なかなか難しいなってことは思ったりしますけど、とはいえ、こういうね、6枚封じとかってやってきた時の4、2、4っていうところに対して、日本がこのね、3、1、5、1、結局は6、6になるけれども、サイドのところがってところで考えたら、そこをもうちょい、例えば、サイド、片方どっか捨てちゃって、ウイングの選手が1個中に入ってくれば、例えば、味方によってみれば、フォワードがここで3対3作り上げてるよっていうふうになったりすると、 センターバックまで1枚こういっちゃってとかこの片方のサイドからどうにか考えていけば例えばどっかのポジションでは数的同数にするながることができたりだとかそこから瞬時にこうね左と右入れ替えることができたらどっかで数的優位作れてまあなんか突破できるんじゃないのとかいろんなやり方はあるんじゃないかなと思いますけどとはいえ見かけですればちょっと今までの歴史上で言うとちょっと苦手なぶりだったのかなってところでございますでそれの時になんかそれこそなんかこれ見てほしいなってものがあって 裏はすげえなって話なんですよね。 えまあ日本代表の話しておきながら何、急にって話になるんですけど、これちょっと見ていただきたいのは、この間1、1 0であの関根選手のゴールでまあ浦和勝ったって試合あったと思うんですけど、これのある意味ではワンシーンみたいなところで言うと、浦和はこの日、スコルジャ新監督がちゃんとこう就任されて、フォーバックでダブルボランチ、グスタフトも入って、両サイド、大久保関根がいて、渡辺龍馬がトップ下にいて、リンセンがいてっていう形だったんですけど、守備の時には、本当、スコルジャ式あるあるの4 4 2だったなとってところがありました。 なんで分かりやすく、まあ、向こうとしてはガンバーとしては黒川前に上げてベルトのサイド張り出した325ていうところをできつつも浦和がそれに対して442ていう形でしかも浦和が中にキュッとこうコンパクトに絞ってくる形だったのである意味ではもう真ん中というかもうあれです、ね、5レーンあるうち4レーンのところ間、間の間のところには浦和がいるんだけれども両サイドのところはガンバーの選手がいてっていうところで全レーンにガンバーが5つで。そこを対策で できるのか守ることができるのか、浦和っていう形だったんですけど、すごかったなって思うのは、ある意味ではこの浦和っていうのは、僕は4242っていうふうに見せかけながらも、どっちかっていうと、424だったかなっていうところがすごくかいま見えたなっていうのがありました。424のところで、相手がボール持ちましたっていうふうに回す流れですけど、そこをツートップの選手を筆頭にした上で、サイドの選手がいろいろね、動き回ることによって、 真ん中にはまずこう通しませんよっていうのをまず作り上げますよと、そうするとまあ真ん中いけないなーっていうふうになるので、ガモロ選手たちも自分たちの,この後ろのところだけずっと回してしまっていては、プレスに引っかかってしまうよっていうのがあるから、まあ、前進しなきゃいけない、ただ、前進するといっても、この日、前の方にいたのが宇佐美選手とか坂本勇選手だったので、例えばその190ある選手、例えば日本代表でこう上田綾瀬とか、例えば小川幸喜とか、そういうようなフォワードがいるわけではなかったですから、収められる、ポストプレーできるようなタイプ。 ではないので、まあ、サイドにいった投げるよねってことになったよねと。じゃあ、そしたらこれって、ガンバからすればその前進することができたっていう側面はありつつも、裏側からすれば真ん中を通させなかったっていう見方になるわけで、で、じゃあ、とりあえず局面が変わる。じゃあ、最初この前の4人のところで、相手のパスの方向性を消すことができましたっていうふうになったら、その後何するかって言われると、まあ、こうですよね。ちょっとこんな感じ。こんな感じ。 できるだけ大畑君はこう中に絞りつつもっていった形ではあるんですけど。 安い真ん中につつ、なんとなくちょっとぐあの相手の状況次第ではちょっと崩れるような感じになって、まあ、味方からすればもうこんな感じですかあの、だから中盤2枚、まあちょっとね、えー、ウィングの選手、サイドハーフの選手も降りてくるって形ではあるけれども、お左サイドの方だけ2枚崩れながら、逆サイドのところで、えー、サポート保ちながらっていうところの、あれ見味では424っていうところから可変しての、まあ、626みたいな、622、62どうかおかしいね。622ってどこにこう変わっていった。 かなーってところでしたこれがだからすごくうまくはまっていたのかなと思ってこれで結局守備がずっとこう封鎖され続けることになる中央になかなかこう入ってくるようであれば、まあ、ちょっと話は変わったかもしれないんですけどそれがなかなか出さらないときにはそれで守備でも持っちゃって1回戻させるとかそれどっかでこう無理無理無理にクロス打たせてでそれで自分たちで持っちゃってカウンターで良かったりしてでそれで90分間流れていった中で、まあ、1点取りきったなとてところが浦和ではあったのかなというところでした。 なので、この424というところが多分今後も出てくるんじゃないかなというところからちょっと注目しておいていただけたらいいんじゃないかなというところですね。 まあなんで、先ほど言った通りこの代表の場合でも押し返していくんであれば、このやっぱり4バックで来る場合、4、2、4って来る場合だったら、代表もちょっと嫌なんじゃないかなってところがあったりするんですけど、ただ、対応可能なところはあるのかなと思っていて、やっぱりこう4、2、4でこうじゃあ相手が4枚来るよっていう風になったとしても、じゃあ真ん中にこうキュッとしてしまって、例えば、町田、板倉がキュッとした上で遠藤、渡ると谷口と、この菱形の関係を保つことができるんであれば、板倉が片方のフォワード、もう1人を町田がとかっていう風になってくると、谷口 内から遠藤で一発真ん中つけますよそうすると相手のサイドハーフの選手に対して最初、ちだ板倉マークしなきゃいけないところあったかもしれないけど一気にこう。 絞った上でキャッと前に行くであれば、もう相手のサイドの方々は無効化できた上で、遠藤るから前進という風になるので、相手のフォワード4人は無効化されて、こっちのビルドアップみたいな3人もまあいなくなるというところはあるけれども、それで遠藤るから森田にまた前進させるというふうになったら、あと残りは6枚、そして日本の方も6枚、まあ、キーパー含むよりは相手は7枚いるけれども、どっちかのサイドから前進していくという風な流れで裏を取ることがあってので、できれば、しかもこの裏を取るみたいな形に関しては、もう他の動画でもたくさん話している。 特に言及点はないかなと思うんですが、まあ、そこから崩していけばいけるのかななんてことが見えているかなと思います。 でもしくはこんな形でもありなのかなと思っていて、えー、さっきこう谷口から遠藤みたいな、谷口から遠藤、遠藤から森田みたいなところをお見せしましたけど、ダブルブランチのところから、この状態だったら、ちょっと引っかかってしまう部分はまだあるのかなとは思うんですが、遠藤航選手が例えば、その縦、ね、関係、フォワード、フォワードの間のところに入ってくる、かつ、森田選手が例えば片方のサイドにこう寄っちゃう形ですよね。 もうこの段階から相手がこうフォワードとサイドハーフの2名いるよってなって,て谷口選手がこれからやっていくよっていうふうになったらこの1時点においてであれば伊東純也選手はこのサイドバック見なきゃいけないとか竹もここにいるよっていうふうになったら フォワード、サイドハーフ、ボランチの一角に対して、こちらサイドが谷口が起点になった上で、遠藤、板倉、または森田、そして久保、竹房っていうところで、合計、そのこのフォワードは、この遠藤も板倉も両方見なきゃいけないし、森田を背中でカバーしなきゃいけない、プラス、谷口のことも考えなきゃいけないっていう風になってくるから、ちょっと1人ではなかなか難しいよねって感じなんで、どっちかからのパスが通っていて、森田、または谷口からまた竹房で前進していくことができるよみたいなことも考えられるのかななんていうところがあったり。 あとは今後やっていきそうなところとかバーレーン戦でちょっと見たなーってところですけど、フォースリーバックっていう風なことを言っておきながら、こうもう元からのたところでちょっともうずらしちゃう、センターバックを逆に前に上げてしまうっていう流れですね。 こうセンターバックの方がこう右サイド側に寄っていくことによって、相手のツートップのところにまあ1対1でこう噛み合わせることができたりだとか、で遠藤っていうふうに思わせておいて、おっと、そっちのフォワードは遠藤を見させる。そうすると、サイドハーフは元から板倉か谷口両方と見に来なきゃいけなくなるよってところがあって、彼にこのた、えー、谷口選手の方をまあ任せておかせつつっていうふうにすれば、板倉で今度前進ができるのかな。で、片方のサイドから上がっていくこともできたりするのかなっていうところで。 バーレン性だったりだとかあもしくはこのシステム3151にする形によって本来であれば325っていうのは先ほど言った通り424っていう形だ。 後ろに前にその中盤とかサイドの選手が上がってくれば6枚にどっかできるって形になるので5枚ってところのさらに上をいくし、数的優位だとか意思的優位を相手側が確保できるっていう状態ではあるんだけどただ、今やってる3一1 5 1だとかあとはちょっと持論なしきですけどセンターバックの位置、この例えば3バックの中の加藤を今、町田くんがやることによって相手のこの右サイドハーフに関してはどこもあれなくなってしまったみたいな感じでこになってるじゃないですか。やばいいい自分のマークがいない そんな形にこう空欄を作り上げることによって片方そして密集化させることによってどっか数的優位を作り出すことができるみたいなパターンは結構ありなんじゃないのかなというふうには思いました。 見るカで明日ちょっと出す動画、かつすでにも出した動画の中にも一部含まれているシートなような感じだったりすることもあるんですけど、こんなの。旗手組んでね、ちょっと違う風なところからこうあのリコ・ルイスモデルでわーっと前行くみたいなこともそうですけど、相手の枚数をこう変えつつ、自分たちが4バックでいる状態でとか、3バックからちょっと可変させてっていうところから、例えば全然違う方向にという,こう偽理論みたいなことを使っていくってことも、またはありなんじゃないかなっていうふうに思ったりしますが、これに関する動画はこんな�手が大活 戦術みたいなところだったりだとかあとは代表の守備戦術なんてこんな感じの動画が明日に見分かれ出たりするようてところがあるのでえそこからでもちょっと見ていただけたら嬉しいなというところでございましたそんな感じでまあ守備に関して浦和スコロジャーさんがいろいろやってるよというところと代表もその325いわゆるこの3241というところで自分たちが苦手だよっていうふうに出てくるであろう相性が悪いっていうふうになるであろうシステムフォーメーションってことはあったりするんだけどそれに対してやっぱり3151っていう新しいカーチを続けることによって そこを剥がす形ってのもちょっと戦略的にもやり始めているところがあったりするのかな、今を見ながら、今で勝ち点取りながら、今になじませながら、ちょっと未来のところを森保ジャパン見てるんじゃないのかなってところもあったので、えー、それも含めた上でちょっと動画にというか、しゃべらせていただいたよというところでございました。 えまあなんで、代表もそうなんだけど基本的にシステムだとか戦術だとかフォーメーションとかっていうものは一個一個ステップアップしていくものかなっていうのがあるのでまあそう考えると3、2、5に対する次の事前策ってところがまあ4、2、4ってところだったりするとやっぱりそれに対する対応策を作ってたりだとかそれに対してえこういうや,つやり方だったらやれるんじゃないかなみたいなことを組み上げてるところがやっぱり次の戦場を制していく。本来だったらこう回避型 のポゼッションやっていくってことも、まあ一つ事例としては出てくるのかなと思うんですがあくまでこと人形っていう形だとこういうのもありなんじゃないのかなってところがあったので動画,だ動画にしてみたよという話です。 えー、あとは明日、あさってとか、またね、えー、京都戦のプレビューとか出していく形になるんじゃないかなと思いますけれども、そちら皆さん合わせて、えー、見ていただく、ご覧いただけたら嬉しいなと思っております。そんな感じで、今日はもう、たらたらもう図形動かしながら、ワーわばわばしゃべってた佐藤、えー、でございました、えー。また引き続きどうぞよろしくお願いします。それでは